バモイーフットボールハレルヤですということで本日は e フットボール2024が開幕間近ということでこちら今どのようなね進行状況か説明したいと思います合わせて2023のねレビューも確認したいと思いますので最後までチェックして2024どのように変わっていくのかっていうのをチェックしてみてくださいそれでは 見ていいいきたいと思います現在はサーバーメンテナンス中となっておりまして日時が9月4日から9月7日まであるという形になっておりますメンテナンス終了後いよいよ e フットボール2024が開幕します開幕を記念して新ユニフォーム新データのパートナークラブの選手が獲得できる抽選券契約券をプレゼントまた e フットボール2024のアンバサダーを務めるリオネル・メッシ 選手を獲得できる特別なセット商品も販売予定ということでこちらメッシはねおそらくお得なセットで獲得できるんじゃないのかなと思いますのでシーズン初めに出るガチャが最後まで使える能力っていうことは結構い、いフットボールではあるあるなので、まあ、こちらはねぜひパックが来たら買っておきたいいいなとはは思いますね、はい、それではその他の情報についても見ていきましょう。 こちらで、ね、eFootball2024 となっておりましてまずはこちらの動画から見ていきたいと思いますまずねコープはしっかり2023に引き続きあるといった形になっておりますねこちら見てもわかるとおり結構アプリにしては画質が良くなってるのでまあここら辺がね、まあ、負荷の問題でしっかり作動するのかどうかっていったところがまあ結構課題というかまあ問題点かなと思いますね、まあ、こちらねしっかりメッシュのアイコンということでかっこよくなってますね まあこちらは1枚ずつ写真が出ているんですけれどもまあサウジアラビア戦ではなくこちらナイジェリア戦ですね1つ前のワールドカップ2018の時のロングボールから抜け出して左のモも,もでトラップして左足で前に運んで右足で決めたシーンのリオネルメッシュとなっておりますでこちら2枚目はねあのコープができるよっていったところの表示でかなり画質が綺麗なので まあここは相当期待しててていいのかなって思っ思おります次にです、ね、ゲームプランに関しては少しシックな感じのちょっとかっこいい感じになってるんで、まあ、ここら辺もしっかりとねあのテコ移動してかっこよくなってるのかなと思うんで個人的には結構嬉しいポイントかなと思います。またこのね競り合いといったところも、まあ、そこまで変化ないのかなと思うんですけれども、まあ、このようなね競り合いのシーンが映されております。まああと このシーンはまあ結構い,いフットボールというか、ウイレの頃から足裏で行くシュートはあるんですけど、これちょっとディフェンダーどうなってるんだって感じなんですけど、ここら辺のねシュートのバリエーションっていうのもちょっと2023よりは増えてほしいなって思うところですよね。こちらはセレブレーションのシーンで、こちらねしっかりとレバンドスキーの後ろにギュンダンが映っておりますが、しっかりと遺跡も反映されているので、こういった点もね。 安心して2020に映れるかなと思いますねこちらも合わせるので、まあ、ライスもしっかりと反映されているっていった形になりますねまあ、2024そこまで2023から大きな変化っていったところはあのないと思うんですけれどもまあ、一つ一つね見ているとやはり画質が綺麗だなっていうのが一番の印象なのでまあ、こういったところがしっかりあのアプリとかでもまあ、綺麗に映るのかっていったところはもう少し 問題というか少し不安なところではあるんですけれどもまあ楽しみなところでもあるかなと思います次にですねサムネにもある通り2023のねレビューを見ていきたいと思いますこちらですね評価とレビューが62万4865件の評価をきておりまして5段階中評価とレビューは平均が4.0と なっておりますこちら全て表示をして参考になった順で並び替えのところを最新の方から、えー、切り替えて見ていきたいと思いますまず1つ目期待あのナ波がどう変わるのか <laughs> ちょっとこれ <laughs> ちょっとこれえ,えげつないですね見ものだなあと最低限アップデ延長した時のおわびは用意しとけ 確かにね、ちょっとナみっていうのはちょっと言い過ぎだと思うんですけれども、まあ、このお詫びって言ったところも、まあ、1万 GP で果たして何ができるのかって言ったらちょっと微妙なところなので、まあ、スキル追加1個とか、まあ、ここら辺のお詫びっていうのは少しあの改善してほしいところですよね。まあ、2つ目、本当にサッカーゲームですか、使用感がゴミ裏抜けされて止まるし、キーパーも目の前にボールが来てるのはただ立っているだけです。また、明らかなファールがノーファールになってしまいます。 ファール判定はアブレでおかししくなった気がします課金したら少し強くなるのかなと思ってしまいましたが間違いでした <laughs> とにかく今のままでは純粋に楽しむことができません上イれに戻してほしいですこんなゲームだから FIFA にライセンス取られるんだよということでまあこれはちょっと言い過ぎですねなんかまあ裏抜けされて止まるまあこれね斜めスルーパスの時に結構起きるんでまあここはね個人的にも改善してほしいなって思うところでもあるんですけれども まあ確かにファール判定は少しおかしいところなんでここら辺は直してほしいなと思うんですけどまあ課金したら少し強くなるのかなっていうのは結構強くなるとは個人的には思ってて例えば50連で引けるね冨安とか引いたらだいぶ強くはなると思うんでまあここら辺課金っていうのはまあ少し強くできるポイントではあるんでまあここら辺はちょっとこの方はねアーフットボールさんはしっかりと見ていてほしいなって思います。次に 全体的に重くてつまらないまず直接的に、えー、ゴールを狙えない位置のフリーキックが大体ピンチ大型選手がいない時に手前に出したくても簡単に奪われるリスクが大きいから大きく蹴るしかないースローインも急速のろすぎて相手に予測されるからすぐ取られるし守備は奪いやすいこの辺ののろのろさをもう少し軽くしてほしい デロパまあまあそれかは見るって感じですねまあスローインはちょっと確かに修正必要な気はしてめちゃくちゃ速い球投げるときと遅い球のときがあるんでここら辺のランダム性は確かに直してほしいとは思いますねまあここら辺は終わって選手の挙動は普通にフフまキーパー触ってないのに触った判定になって で止められて負けたんですけどどうして言い訳できますかエフェクトな2 0 2 0は神ゲになることを願いますまあまあまあ文句はいつつもやっぱり期待するっていうところがまあ、これイ、e、ーフットボールのあの鏡だなって思いますねどんなゴミみたいな人生やんだらこんなものがないマジエフェクト消すよ頭おかしすぎんかお願いだから制作人全員 あちょっとやばいですね。エフェクトがないと初心者にかわいそうとか思ってんのか。お前ら制作会社のくせにゲーム作るのもプレイするのもゴミなんだろう。う早く。うん、ちょっとこれはちょっとね、まあ一応ねあの、E フットボールのプロをやらせてもらってる自分から言うと、まあ、エフェクトっていうのは、あまあ、どこからをエフェクトにするのか難しいと思いますけど、 あままりなないのかなって思ってますただ完全にないって言い切れるかって言われたら結構微妙でやっぱ終了間際とかのシュートっていうのは、まあ、おそらくシュートの数値が2とか3とか、まあ、それぐらい多少微妙にあの上がってるのかなっていうのたまーに感じる気はするんで、まあ、気がするだけなんで分かんないですけど、まあ、そんなに毎試合エフェクトのようなものがあるようには感じないので、まあ、あとは。 ね、強い人が勝率90%ぐらい、まあ、自分も90%とかあったりするんですけど、まあ、それぐらい勝ててるってことはそこまでエフェクトの作用が大きくはないのかなとは思いますねなんでここら辺はねやっぱり自分の PS、まあ、常に自分を高めるってことに意識を向けて、まあ、やっていってほしいなとは思っております、まあ、ちょっといい評価があんまないのでちょっとここら辺にしといて、まあ、いい評価を見たいと思います高評価 ななんとなく <laughs> ないいですねなんとなく、はい、なんとなくですねはい次に課金がめちゃくちゃ必要っていうわけでもないしやりごたえ抜,抜群のゲームがめちゃくちゃハマって確かにここね習慣ガチャをめっちゃこう何て言うんですかね引 引かなくても結構強くなりますし。しま習、あ、慣だけ引くんだったら週にま3400円課金すれば1週間楽しめますし。しまあ、こう現実のサッカーで活躍しした選手が出るってことでまあ、こちらね。1微課金の方は週間ガチャだけを引いて楽しむっていうのも、まあ1つの結構楽しみ方かなと思うので、まあ、これはこの朝ね。結構いい意見かなって思っております。髪毛ファールの基準はからしオフ,ァオフサイトの意味やからまあ、星5つけてる。 やっぱりすごくイライラするけど勝った時楽しいのでやめられない止まらない <laughs> これこれですよねやっぱりこれがいいフットボールっていう意見ですねこれはねめちゃくちゃ思います負けたりとかするとイライラするけどやっぱ勝った時楽しい、まあ、これがやっぱりサッカーっていうかもうこの醍醐味なような気はするんで ここら辺ね、勝ったときやっぱ楽しいんで、皆さんもね、勝率っていうのはやっぱりこだわって、まあ、どんどん上のレベル目指すと楽しいって思える数が増えると思うんで、まあ、よかったらね、晴れるようなチャンネルとか見て、皆さんどんどん勝っていってほしいと思います。もう少し長文に書いてるところ、もう半年以上使わせてもらっております。僕は課金したことがなくても、チームパワーが100、選手合計総合値が3004で、 ああチンパーのことかな。で、無料分のガチャを多数引きました。特にワールドカップ男子の時期,時期に無料分のガチャが出たし、イベントクリアできれば無料分をもらえるのか本当感謝して、これからもこのみさんのゲームがより良いゲームになることに祈っております。もうこのコメントで締めよう、今日は、うん。これ素晴らしいね。やっぱこの半年以上使わせてもらってますっていう、この、この意識をね、 なんか、コナミがどうとかじゃなくて、やっぱ、ナミさんが出してるゲームを、こう、自分が使わせてもらってるっていう、この感覚、うん、グッドですね。この感覚を持ってるのは、素晴らしいと思う。まあね、たまにイライラして、ちょっとね、わーって言いたくなる時あるんですけど、やっぱ、使わせてもらってる、まあ、この意識を持って、自分も取り組みたいなっていうのは、この意見で思いますね。こ、まあ、ここね、まあ、課金したことがなくても まあ総合値の高い選手だったり、まあ、スカッとしっかり揃えられるっていうところあるんで、まあ、しっかりイベントクリアしてスキルをねゲットするであったり、まあ、週刊ガチャがね1回分ね無料でゲットできるんで、まあ、こういったところをねしっかり怠らずにあの美課金の方であったり無課金の方はやるのがいいかなって思っております、まあ、特にねワールドカップであったり、まあ、イベントの時期に結構盛り上がるゲームであるんで、まあ、この間あったねワールドカップから、まあ、少しね 継続してて盛り上がってるところであるんで、まあ、このままね盛り上がっていってていいしなと思いますあとはねこれからも小ミさんのゲームがより良いゲームになること、まあ、ここね2023から2024は新作というよりはアップデートっていうゲームになっておりますので、まあ、選手等もね引き継がれますし、まあ、コープも入って、まあ、今後ね TP だったりいろいろなモードがね追加されるってことがまあ予想はされるんですけれども、まあ、どんどんねより良いゲームにしてマスターリーグであったりいろいろな あのモードが入るととといいいなって思ってて思おりますということで今回は課金しなくてもびっくりマークさんのコメントで終わりたいと思いますということで本日の動画いいと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますということで本日の動画は終わりますまた今度バモスイーフットボール